はい、どうも、哲学とです。今回もパワーウォッシュシミュレーターやっていきたいと思います。今回はバンガローを洗浄するやっていこうかなと思います。これもかなり大物だった、記憶があるんですが、やっていきましょうかね。そしたらじゃあ、依頼開始。やばそうですね。バンガローか。そう、なんかね、前回のあれで台座があることに最終盤で気づいたんで、まあそこら辺もちゃんと使いながらやっていきましょう。そうですね。うわ、にゃー、すごよくここまで汚したねって。これは第1話で綺麗にした私の番ですね。行きましょう。そしたら、来てくれてありがとう。カルバンはとてもいい子なのよ。彼は火山学者なのよ。家が火山になっとるかな。サクッとこの辺大まかなとこは綺麗にしたいな。結局ね、最後の最後で全部綺麗にしなきゃいけないんで、意外としつこい汚れがあるな、ここら辺。いやー、やっぱ洗浄はハマりますね。よいしょ。まあちょっと飽きてきたら倍速にしていただいて。まあ哲学との雑談でも付き合ってください。そうね。年末に向けてちょっといろいろね、哲学系の動画も準備し始めたんで、そっちの準備もあってなかなかね、なんか時間がない感はいつもあるんだけど、とは言ってもなんかな、ゲームチャンネルもちゃんと動画を作っていきたいから。そう。でもなんか、あれですね、睡眠時間削ると結構さ、まあ風邪かかりやすくなったりとかそういうのもあるから、すべての基本は睡眠なんだよな。睡眠とご飯。なので、大事なんですが、寝てる時間が惜しい。20代の頃はね、結構寝てる時間惜しいなーっていつも思ってたけど、最近寝るのも楽しいよな。そこも悩ましいところですね。よいしょ。
ひゃー、ここすごいね。はしごがあるってことは登る作業もあるんだな。思い出してきたわ、このゲームでエグさが。なんかこっちで塗ってっちゃった方が楽かな。上下移動作業に慣れるために。お、いいじゃない。最近アニメもね、なんか妹の雑談会で、まあ、見てるアニメの話とかもしてるんで、あんまりこっちで話さない方がいいかなとも思うんだけど、なんだろうな、何気に冬アニメももう後半に入ってるからね。まあ、ラブコメ枠は、なんだろうな、意外とこう、普通というか、あれなんだよな、山場感がないんだよね。まあ、あんまりこう、どぎついさ、裏切りがあったりとか、そういう恋愛アニメは私はあんま好きじゃないというか、まあ、現実においてもいろいろあるわけじゃん。だからせめてアニメぐらいは世知辛くねえの見てっていうのもあるんだけどさ。そこは女性と男性で違うとこよね。女性は結構どぎついやつの方がええっていう人もいるしさ。いやいやね、男は愛に安らぎの方を求めてるね。まあ結局何年もね、特に結婚したいとかさしてると安らぎの方を求めるからね、人間は。ハラハラドキドキはもちろんあった方がいいだろうけど、なんかな、結局一緒にいて幸せっていうのが一番だからさ。恋愛の本質的な意味で言うと、動物的なワクワク感っていうのは、まあそれは薄れていくのは当然なんだよ。まあ、野生動物でも考えてもさ、単純にまあ子作りがあってやるっていう意味ではさ、そういう情熱的なものの方を重視した方がいいわけだけど、その後も恒常的に子育てしていくっていう意味ではさ、どっちかっていうとお互いが巣において安全な方がいいわけじゃん。だから波乱を求めない。
まあラブコメは違うけどな。付き合う前のあのドキドキ感とかさ、そういうのを求めてみんな見るんだと思うんだけど、ちゃう？だね。なんかさ、クリスマス何にもない、予定ないっすよとかって大学生とかに言われると、なんかまあ頑張れよって思っちゃうよな。まあと言っても私も別にそんなさ、毎年毎年何かあったわけじゃないから、でもまあそれに向けて頑張ってはいたよ。なんとも誘ってみたけど断られるとかさ、そうでもね、クリスマス直前になって誘うっていうのはね、流儀に反してるのよ、実は。もうその前に、ある程度何回か飯行って、仲良くなっとけよって、女の方は思ってるのよな、多分。なんで今って、まあ、それが可愛いぐらいに思ってくれる人だったらいいけど、そうじゃない女子の方が多いからさ。よほど、好感値が上がってないとさ、逆に、なんていうの？クリスマスに一緒に行くような関係なんだと思われたくないから、断るってこともあるからね。あ、この人いい人だな、付き合ってもいいなって若干思ってたらさ、その前にちょっとやっててさ、その、決定的な感じにしたくないよな。だから、こう大学生の恋愛相談みたいな、やり始めましたけど。そう。もしこの動画を見てるあなた、クリスマスに誘おうなんて思ってるんだったら、クリスマスの前に 2,3 回飯食いに行ってください。マジこれ、必勝法って、必勝はないんだけどね。なんかそういう特別な日に特別な関係になろうとか、まあそういうのが好きな子もいるかもしれないけど、まあないんで、事前に何回か飯行っといてください。いきなりクリスマス行って、とちった時のショックもでかいしさ。かつてとちった人が語る動画。クリスマス空いてるっていきなり、ねえ、まだデートしたことない子に誘うのは、なんかちょっと違うんちゃうかなって私は最近思ってて。クリスマス初デートは地雷って思ってる派になりましたね。属性が女子なのよね、あたい。なんか職場の、まあ女性とか、まあ女性言うても、まあ、百戦錬磨ですからって感じだけどさ。とかのそういう話を聞くの今でも好きだからね。あ、そうなんだとかさ、おばちゃん。まあいろいろあってね、付き合ったり別れたり、人生はいろいろあるわけですよ。うち、まあ、今の職場の上司って、まあ、4年、4、5年かな、大工やってた人なんですけど、なんかね、普通の職場っていうかさ、まあ、大学就職したんだけど、まあ、上司と折り合いつかなくて、その大学辞めちゃってさ、もう、コミュ力ないから、大工やってるみたいなこと言ってさ、やってたんだけど、まあ、やっぱりね、学問業績もある人だったから、もったいないなーってみんなやっぱ思ってて。で、今の職場に来て。
てね。で、私も企業勤めやってたけど、まあ30中盤になって、まあそうそう大学戻ってこないかと言われて戻ってきた人間なんで、意外と論文書いたりとかで今年は忙しかったかな。けどね、ちゃんとディアブロ4もできたから、そこはなんだろうな、よかったよね。忙しいなりもなりにメリハリがついたって感じかな。4、まあ、家帰ってきたら4やってって感じだからさ、家帰ってきてっていうか、まあ、家にいることがほとんどなんだけど、まあ、大学でもね、やっぱそうね、リモートワークっていいんだけど、やっぱりそれだけだとね、人間病んじゃうんで、やっぱり、うん、不思議なもんで、まあ、不必要な、不必要に行く必要はないけど、やっぱね、うん、出てかんといかんよね。このゲーム届くうちにね、届くとこやっとくのいいんだよね。あとあとそういうとこがめんどくさくなったりするんで、着眼は対局から、着手は消極からこれ口癖になってるけど、実はうちの師匠でも私でもなく、うちの母の師匠が言った言葉なんだよね。ほんとそうよ。ちっちゃなことから積み重ねていく。まあ、YouTube もそうなんよね。結局、まあ動画を撮る。撮ってみ。まあなんか、なんか始めたいです、始めたいですって言って3ヶ月経っちゃった人とかもいるから。なんか、例えばディアブロ4とか始まった頃にさ、動画投稿したいですとかおっしゃってた方で、実際やった人は半分ぐらいいて、で、もちろんさ、50人ぐらいまでしかいかなかったですとかさ、言われたりするんだけど、あれよ、YouTube って、作ったばっかりのチャンネルにあんまり優しくないんで、無理よ。うちのチャンネルもなんだかんだ2年間でこの人数だからさ、しかも私もともと6チャンネルぐらいもうすでに収益、6チャンネルか、収益化してるチャンネルがあるんで、まあ、ある程度ノウハウが分かった状態でも2年かかってるんで、っていうか逆に慣れてる人は、まあそんなに短期間で伸びないってこと知ってるかな、もちろん他のチャンネルから登録者の持ってくるとか方法はあるんだけど、それやっちゃうと結局さ、違うことで私を好きだった人に興味のないものをお勧めしちゃうような感じにもなっちゃうから、あんまりその手法はやめた方がいいと思うんだよね。うち、例えば、哲学チャンネルだったら、3万8000人ぐらい登録者いるんで、まあ、そこから持ってくるとかね、そういう方法もあるけど、言うて哲学に興味がある人と、ディアブロに興味がある人は、まあ、重ならないことが大部分なんで、そういう人たちがまあもちろん、哲学者さんのチャンネルだったら登録しますって来てくれるだろうけど、それやっちゃダメだなと思ってやらなかったんだけど、まあそれ正解なのよね。結局登録者1000人超えちゃったら、その後って登録してる人に興味がないものあげるとさ、クリック率低くなっちゃうから、おっとおっと、ブーメランパワーウォッシュの動画のね、を上げてしまうという。まあだから、あれかな、何パーとかこのチャンネルに上げてみて、あんまり、このチャンネルの視聴層と合わないんだったら、まあサブチャンの方に、
げようかなと思ってますよね。このチャンネルもまあもともとサブチャンで始めてるんで、何個お前サブチャン作るけきやねんって思う感じかもしれないけど、あの生きるための学びチャンネル控室っていうチャンネルがかなりそういううちのサブチャン的なポジションとして最近定着してきてるので、そっちに上げるのもありだよな。まあ途中からもしかしたらそうするかもしれない。なので興味がある人は控室も登録しておいてねって感じかな。まあでも動画だけ撮ってるとね、雑談力下がっちゃうのよね。結局違うこともやってるから雑談の中にさ、そういうネタ入れられたりとかするんだけど、言うてね、うん、結構雑談系動画私撮りすぎてる感あるからさ、ネタなくなってきちゃうのよ。だから結局雑談が上手い人とかさ、ああいうのってうん、まあ、人生経験豊富っていうより、まあ、広く浅くやってる人じゃん。でも学者ってまあ私なんか特にさ、まあ、中世の、職業倫理とかね、まあ、中世の神学者たちがどういうふうに労働ってものを捉えていったのかっていう過程を研究してたりとか、あと20世紀の実存哲学っていう流れがね、まあ、研究の主軸なんで、なのでまあそれ以外のテーマっていうかさ、まあアニメの話とかそういうのもできるようにいろいろ見てるというか、趣味で見てんだけど、別に強制されてるわけじゃなくてね。なんだけど、やっぱり、どの人も、まあその自分がメインでやってる仕事だったりとか、そういう部分に限られちゃうじゃん。だから、それ以外のものを、入手してくるってなかなか大変なのよね。うん、うやー、来たねー。火山かぶっちゃったじゃないの、これ。ネタを探すためにいろんなゲームやりましょう。あと初心者あるあるだけど、自分のトークはつまらないと思わない方がいいですね。これメンタルブロックかかってマジで面白くなくなっちゃうんで、話がね。結構まあコメント欄でそういうこと言われたとかさ、そういうので傷ついちゃってやめちゃう人いるんですけど、やめないことです。 YouTube の秘訣は1000に行かないんですけど、どうしたらいいですか。続けてください。まさにこれです。みんなやめちゃうんですよ。私12月中旬に YouTuber、 まあ1000人以上の YouTuber 対象の研修を今年もやるんですけど、まあ1000人行ってからやめちゃう人も結構いるんでね。それはなんでかっていうと、思ったほど収入にならなかったとかそういう理由だったりもするんだけど、なかなか厳しいっすよ。今特に競合も多いわけじゃん。いろんな人が稼げると思って入ってくる。結局そしたらパイが、割合になっちゃうのね。そしたらそこで勝負するとき何を考えるかっつったら、自分しかできないことやればいいんだけど。だから結構お仕事系の YouTube チャンネルとかおすすめですよって言ってるのってあれ冗談じゃないんですよ。やっぱり自分が本当に詳しいのが、例えばさ、
まあ、清掃業務だったら、清掃業務のノウハウを伝えればいいわけですよ。清掃のプロがパワーウォッシュシミュレーターやってみたでもいいと思うんだよね。だから、なんか、あれなんだよね。俺すごいって思いすぎるのもどうかなっていう気はするけど、俺のやってることは大したことないとかさ、思っちゃう方いるんですけど、みんなすごいことやってんすよ。時間かけてやったことは全て何らかすごいことなんだよね。まあディアブロが好きで動画上げてるだけなんでね。ただやっぱりそんなにやってて飽きませんかとか言われるんだけど、さあ飽きるよ。だから今回とかもジアの屠殺場、じゃあむちゃくちゃ何百時間もかけてやるかって言ったら、うん、それよりはこういうねちょっと違う普段できないようなゲームを年末やったりとか、年末はね大体何かしらディアブロ以外のゲームの動画を上げるようにしてるんだけど、それやっぱね、一つ理由があって、やっぱディアブロって時間空けるとおもろいんですよ。やっぱ秋来るじゃん。だからいろんなもん食べて、うん、雑食してくるのに。お袋は俺にたくさんメッセージ送ってくるんだ。バンゴラがどのように生まれ変わるか本当に楽しみにしてみて。うまくいってるようだね。お前、人にやらして。まあ、お客様ですから。仕方ないんですけど。ただ言っときましょう。2年前も私はあなたのバンガローを掃除してますんでね。掃除の習慣を身につけない限り、また私にお金を払うことになりますよ。ふふふ。なんかさ、私もそうなんだけど、汚しちゃうに聞いてさ、なんか全部まあ汚れちゃったら後で汚しきってから直せばいいやぐらいのさ感覚が働いちゃって徹底的に汚れちゃうみたいなことあるから、それ気をつけた方がいいよね。うん、私なんだろう、結構潔癖症なんで不潔って嫌なんですけど、そうじゃないものが置いてあるとか結構大丈夫だったりするタイプなんで、なんていうの、ついついこう都度捨てればいいチラシとかそういうものが溜まったりとかするんだけど、まあそれもね、まあ後で全部まとめてやればいいかとかって思っちゃうんだけど、まあこまめにやった方が本当はいいんだよね。うわー、このあれもやばいな。だいぶこれ何パート目かな、3パート目ぐらいかもしれない、あ4パート目ぐらいかなかもしれないですけど、だいぶコントローラーの操作は慣れてきたけど、ちょっと効率的なお掃除には慣れてないね。そう、まあでもな、効率重視みたいなさこと言う人いるけど、効率やりすぎてさチーターになる人すごい多いんだよ。まあ、今期もほらディアブロ4とかで結構ズルしたりとかしてる人いるじゃん。だから、なんかいやそれ効率プレイヤーないからただの規制やから人いるじゃん。
まあでもどうなのかな、チートも含めてゲームだと思ってる人って意外と多いのかな。うちのチャンネルでもディアブロ3、まあ私いろいろ解説してたわけですけど、結局チーターになっちゃったのもいたからね、うん、なんか病的に効率化にこだわるやつってさ、そういうとこ行きがちよね、うん、1分1秒でも早く回したいみたいな気持ちはわかるんだけど、マルチプレイとかでそれやっても誰も楽しくないんやな。だから極端な効率中ってさ、孤立してなんかいきなりあのうちのライト勢9割のディスコとかに入ってきてさ、いきなりガチのプレイをなんか推奨し始めたり布教し始めたりするんだけど、まあ付き合ってくれる人は付き合ってくれるけど、付き合ってくれない人は付き合ってくれないからね。そんな私も別にあれですからね、結構ディアブロ3とかあのね、毎回世界ランキングにも載ってた時期もあるんで、やり込もうと思えばやり込めるだろうけど、なんかそういうプレイをしたくないよな。なんかもっとゆっくり遊びたい、ディアブロ4は。ある程度のシーズンまではね、まあシーズン3とかランキングつくから、ここら辺頑張ってみるのもありかなと思うけど、まあまあいいけどね、人に勝つためにゲームやってるという人もいるから、人に勝つためにゲームやってる人ってさ、何なんだろうね、リアルな実生活大丈夫かなって心配になっちゃうわ。なんかすごい、まあ廃人ゲーマーの人とかで、俺はなんか社会では弱者だったから、ゲームでとにかく一番になりたかったとかさ、それぐらいだったらいいんだけど、そういうプラスだったらいいけどね。あ、言うてゲームなんで。言うてリアルなんでっていう言い方もできるけど。昇進したからいいことがあるとは限らないしね。管理職になっても辞めて哲学者になっちゃう人もいるからさ、なんとも言えないよ。そう、でもまあ効率中、まあでもこれのタイムアタックとかやるんだったらある程度技量を曲げなきゃダメだよね。パワーウォッシュ界にもタイムアタックあり、なんかこうお掃除系チャンネルが意外と面白いよみたいな話したんだけどさ、ありえねえぐらいなんか趣味に走った掃除してるチャンネルとかあってさ、ハート書いてみたりとか、まさにこうまあまあおよそ掃除の過程においては無駄でしかないんだけどさ、まあそういうこともやらないとね、お掃除チャンネルとしては面白くないからやってんだろうと。なんか気づいたら 50% になってた。
か最近配信病なのかさ、無言で作業する。結構普通の仕事とかだと無言でまあ何時間も作業したりとかあると思うんだけど、そういうの耐えられなくなってきちゃってて、特に私とか本読む仕事って言い方変だけどさ、まあ長時間本を読むことが多い、まあ文系の学者なんで多いんですけど、そういう時とかもこうちょいちょい口寂しくなって独り言で話してたりとかする時あるからね。てかまあ哲学チャンネルも結局最初はそういうノリだったんだよね。本読んでる途中で自分で覚書的な感じで、まあ、話す、まとめて、まあ、今までのところがどういう感じだったのかとか、まあ、これが意外と大事なんですね。まあ、人間の記憶能力なんてそんな大したもんじゃないんで、その時思いついたアイデアとかさ、考えたこととか忘れちゃうんでね。なんで、あるんだけど、まあ、無言は無言でいいよね。あんまり話しすぎるっていうのかな。そうだから結構さ、まあ年いった人とかでディアボロチャンネルやるんだけど、やりたいと思ってんだけど、あんまりトークを続けるっていうか、まあもともと話すのが苦手でこういうゲームやってるんで難しいですっていう人もいるんだけど、どうなんだろうね。まあ、これも結局あれだから、続けてれば勝手に話すようになってくるから、10分間黙っていてくださいとかってできなくなってくるんですよ。最初はそうなってくるけど、まあ、ただ長時間は無理だね。長時間配信とかでずっと話しとくって結構きついから、なんか話さなきゃいけないとかさ、そんな縛りはないんでね。好きにやったらいいんですよ。わかんない。まあ、企業のライバーさんとかと話すとさ、なんていうの、アーカイブを見て、まあ、見る人もいるから、アーカイブをちゃんと見てもらえるような配信をするために、まあ、基本台本と作ってる。台本作って1時間半で、まあ、配信やるとしたら、1時間半にどんな雑談して、どんなこと話すかって決めてても、やってる。っていう話も聞くけど、言うて、まあ、最初からそれやるのもきついからさ、最初はやってみて自分のトーク力とかそういうものを高めていく、続けて何年もやってれば結局ある程度増えていくし、あえてあんまり哲学さん増えてないかもしれないけど、まずはやってみるところ。最初の一歩がやっぱ大変だからね、何事も。もちろん厳しい話すればさ、ディアブロ4なんかも発売した直後が一番人気があるわけですよ。だから、そこに乗り遅れちゃってるっていうのは、まあそのマーケティング理論的に言えばさ、もう、問題外。初期の、バズを利用しないっていうのはさ、ダメなんだけど、まあ言うてね、もう12月なわけで、まあ今から始めるのも全然ありだと思いますよ。とあとやっぱハクスラとかってさ、そのやり込んでてもそのある時期やり込まなくなっちゃうと、まあ、なかなか詳しくならなくなったりとかもするんで、なのでね、何が言いたいかっていうと、今いる人たちもさ、まあ、毎シーズンやっていく人と、まあ、ちょっとずつこう、下火になっていく人いるんで、なのでね、その枠を狙っていくっていうのはさ、
性はあると思いますよ。結局まあ古参よりも前は話したことあると思うけど、古参よりも最近の事情を知ってるニュービーの方がさ詳しいってことあるんですよ。だからもう発売当初のディアブロ4を知っててもさ、今のシーズン2の環境が理解できるかってと微妙じゃん。それと同じことが起きてくるんで、なので、まあ、例えばシーズン10の解説動画でデビューしてもいいわけよ。うん。私もディアブロって裏ではやってたけど、動画形式でやるようになったのは多分シーズン、プレステ版のディアブロ買ってからだから、シーズン16とかそんぐらいなんだよね。それまでずっと PC 版だったから、なんかこんな英語のゲームやってもなぁ。まあだからプレイ動画みたいのは上げてたことあるけどね。声なしのやつだった。あとニコ生でやってた時期もあったかな。うん、なんか言われたけど、見てなかった。ここら辺はまあもうあれだな。後で洗っていきましょうか。だいぶ外周綺麗になったんじゃない？そこら辺の窓を洗っちゃおうか。そしたら窓枠洗えた。ここら辺洗い方汚ねえな。
下から届くとこ当てんばなっときたいよね。だいぶ綺麗になったじゃないですか、この辺も。よし、そしたらちょっとこう、綺麗にするか。
どうしようかな。よし、これで一応外見綺麗になったけど 65% か。どうしようかな。もうちょっとやっといた方がいいか。そうっすね。これであれですね、このこいつの出番ですね。多分この柱を、はしごをね、多分使うんだ。はい。で、あ、そうだね。こんな感じで多分かけて。ここだね。おぉ。上来ましたね。ひゃー、上も汚い。まあ、そしたら、ここら辺から次回でやっとこうかなと思います。はい、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。